はい、こんにちは、くんです。ということで、また同じような内容になってしまうので、またこの内容かと思う人もいるかもしれませんが、最近荒野行動とかをやり始めて、まあ、新しく知った人も多いと思うので、まあ、この動画を出してます。まあね、本当は何回も何回も言いたくないんですけど、まあ一応ね、これ大事なことなんで、まあ2回目かな、まあ言おうかなと思うんですけど、配信とか見てる人はわかると思うんですけど、私が一緒に PUBG やったり、荒野行動やったりとかしてる人を、で、こう、なんていうのかな、他の YouTuber とかの人みたいに、よし、じゃあ今日はリュウニャンさんとコラボしますとかっていう風な感じで決めてるっていうよりは、その時、こう、集まった人で、遊ぼうみたいな感じの、まあ、友達が遊んでる延長線上、友達と一緒に遊ぶときって、そういう風にするじゃない。何日空いてる？じゃあ遊ぼうって、集まった人で遊ぶみたいな感じでやってるのね。で、まあ、もちろん5人いたときは、まあ、じゃあ誰抜けるわとかで4人でやったりするときもあるんだけど、まあ、別にそのキャッシングしてる感じではないのね、イメージ的には。で、まあ、だから、その、お願いしたいというか、あれなのが、まあ、誰々いらないとか、誰々を出せとか、そういうコメントって、コンテンツがオワコン化するんでやめてほしいんですよ。うん。こう、やっぱりそういう論争って、まあ、好き嫌いがあるんでしょうがないと思うんですよね。その、一緒に出てる人で、まあ、田中嫌いだとか、果汁先輩嫌いだとかいう人いると思うんですけど、まあ、それはもうそういう人が出てたら、まあ、できれば見ないように、してもらえれば、動画の最初の方に、書いてあるんで、誰がやりますとかいうの書いてあるんで、まあ、そこで、まあ、ちょっと申し訳ないけど、まあ、切ってもらうしかないんですよね。そういう、どうしてもこいつがいる動画は絶対見たくないっていうのがあるんであれば。で、俺が出ない動画はないんで、基本的にくんさん絶対出る動画しか基本的にはね、ないので、で、まあ、みんな、どういう人でやってるかっていうと、まあ、これもう何十回言ってんだって話なんだけど、まあ、あえてね、これ言わなきゃいけない状況なんだけどさ、まあ、5年、4年前からの友達なのよ、みんなね。だから、なんだろう、別に仲悪かったりするわけじゃないのね。普通の友達みたいな感じでやってるから、まあ、YouTuber 同士のコラボみたいなのとはまたちょっと違うってのは分かってほしいね。だから、例えば、リュウニャンが売名したがってるとか、力道ちゃんが売名したがってるとか、まあ、それは、そういうのではないんだよね。その、誰を売名させるかみたいなのとか、ではないので、それとか、元リスナーの人とか、でもないんですよね、彼らは。まあ、昔はリスナーだったかもしれないですけど、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、なんていうのかな、誰々がいらないっていうコメントをすると何が起こるかっていうのを話しましょうか。例えば、まあ、ある動画を出して、〇〇はいらないから出すなっていうコメントが、まあ、出たとしましょう。そしたら、まあ、別にコメントで喧嘩するのは、まあ、コメントとかね、まあ、所詮しょうもない争いが起こったりする場なので、まあ、いいんですけど、それによって、こう、じゃあもう、俺出るのやめるわ、とかいう風な空気になったり、出しにくい空気になったりとか、するのが、一番、こう、コンテンツの破壊を招いたりするんですよね。〇〇がいらないとかに叩き続けた結果、結局、こう、まあ、個性ある人は出せなくなったりとか、して、なんだろう、どんどん一緒にやる人もいなくなっちゃって、やる幅も狭まっていくっていう風になるんで、まあ、俺、コメントの削除って基本的に俺はしないんだけど、まあ、あんまりにもひどいと、まあ、削除したり、まあ、もしくはバンしたりすることがある、と、ちょっと思っててほしいです。やっぱり、まあ、他の YouTuber とかでも、まあ、誰とか、特定の人に限らず、まあ、誰かと一緒にやってる系の YouTuber。例えば、まあ、全部が全部さ、俺一緒にやってるわけじゃないじゃん。プリズンアーキテクトとか、ラジオ動画とか、BF とかは一人でやってるんだけど、同じような感じで、たまに誰かと一緒にやります、友達やりますみたいなので、〇〇はいらないとか、コメントが出まくった挙句、その人を出せなくなったとかいう例とかもあるし、なんだろうな。あと、あんまりなんかそこまでこう競争心みたいなの持ってほしくないんだよね。一緒に遊んでる友達っていうところが俺のいいところだと思ってるから、YouTuber 同士のコラボみたいな。別にこれ批判するわけじゃないけど、否定してるわけじゃないよ。それも一つの形だと思うんだけど、例えばオパシとウララとタマオでやるみたいなのとはちょっとまた違うものなんですよ。YouTuber 同士のコラボっていうのはもう単純にずっと前からの友達で、まあ、なんだろう、YouTuber っぽくない絡みもあって、みたいな。そういうところも良さかなっていうふうに思ってるので、まあ、ムカつくところとか、はぁって思うところとかあると思うんですよね。なんていうのかな。なんだろ、いじりすぎとか、なんかそういう、なんていうのかな。あると思うんですけど、まあ、ちょっと悪ノリみたいなのが結構、まあ、好きというか、
あると思うんですよ。あの、うちの動画って。なんか、わざと引いて殺したみたいな。まあ、それでもまあ、ドン活したらいいんだけど、わざと引いたとか、おい、ためふざけんな、マジとか、まあ、下手くそとか、そういうことを言ったりするのが、まあ、うちの動画の面白さでもあるとは思ってるので、あの、そこはちょっと変えれないというか、変えれないです。で、まあそうだね、その、まあ、嫌いな人がいるって言って叩いたってなっても、それで、なんか、出さなくなるとかいうこともできないので、まあ、それは申し訳ないけど、その、まあ一人でやってる動画を見たりとか、まあいろんなね、そのメンツはいつも一緒とかじゃないはずなんだよ。その、もちろん時期によって、例えば、じゃあ今日、2月17日に3本 PUBG の動画を撮りましたんで、それや3本ともリュウニャンがいましたってなったらリュウニャンの動画が続くってなるかもしれないけど、ただ、その総合的に見ればみんな同じぐらい出てたりとか、まあ忙しさにもよるんですけど、あの、同じような感じで動画を撮ったりするんで、まあそこは、まあ、まあ我慢してもらうしかないんですけど、我慢してもらえたらなっていうふうに、そう思います。そのために1日何本も動画出してるっていうところもあるんですよ。あの、これ同じことも言われていて、それは荒野行動やめろっていう人もいるんですよ。いや別に、あの、まあ、やってもいいじゃん。で、ゲームだよ。ゲームだよ、ただの。しかも俺、1日5本出してるわけなんですよ。で、まあ、例えば、その、1日5本出したが、5本全部荒野行動やり始めたって言ったら、まあ、怒って叱るべきな気はする。うん、それはわかる。けど、まあ、荒野も出してるし、PUBG も出してる。まあ、ほぼ毎日出してるんですよ。ね。その時間を PUBG に割いたところで、その荒野行動の時間すべて PUBG に割いて、PUBG を1日2本出すっていうのはできないんですよ。1日2本同じゲームの動画出さないようにはしてるんですよね。やっぱり。なんで、別に荒野を減らしたからで PUBG は増えないし、別に荒野行動見たい人だって、見たい人だっているんですよ。で、他の、まあ、ラジオのこの動画とか、まあ、バトルフィールドの動画とか、まあ、できれば、全員の、の希望に応えてあげたいんで、1日5本出してるってところもあるんですよね。ちょっと頑張って。もちろん1日1本出した。まあ、これが PBG だね。まあ、1日1本の方がコスパはいいっていう風に、まあ、言う場合もあるんですよ。まあ、ぶっちゃけた話すると、1日1本にして1本あたりの再生数を10万再生ぐらいにしといた方が、タイアップの単価が高くなるんですよ。でも、まあ、俺あんまタイアップしないじゃない。まあ、する時もあるけどさ。まあ、なんていうのかな、やっぱりあんまりこう捨てたくないのに、できるだけやりたいのね。もちろんあのやんなくなるコンテンツもあるよ、あるけど、まあ、できるだけやりたいし、できるだけこうなんていうのかな、まあそのメインである BF とかもまあやめないようにはできるだけしてるんよ。正直 BF はまあ歯を磨いてるようなもんだよ、今やってるのって。まあ面白いと思ってあんまやってないっす。 BF は唯一バトルフィールドはあんま面白いと思ってないっす。やってて。まあ、歯磨いてるようなもんかなみたいな感じやってますね。もう。楽しいと思ってはやってないですよ。楽しいと思ってやってるのは他のゲームかな。他のゲームはもう楽しいと思ってやってるね。最近はもう、ちょっと前までは伸びるゲームやろうみたいな感じだったけど、その荒野行動も伸びるからやってるっていうよりは、PUBG のチートが呆れたっていうのもあるんですよ。チートが多すぎて、一回ま、配信見てた人は経緯わかると思うんですけど、その、5回連続か6回連続、その、最後、チーターに殺されて終わりとかいうことが、結構よく発生するようになってきて、もうチーターが増えたんですね、とにかく。とにかくチーターが増えて、で、最近はその対策として、その、ファーストパーソンモード、FPP っていう、その、ファーストパーソンの一人称視点のモードだったらチーターが少ないっていう風な噂で、実際多少少ないように感じてるんで、そっちで今やってるんですけど、まあ、今の動画はね、三人称のままなんですけど、まあ、チーターが来て、チーターを倒す動画とかも、あるんですけど、ほとんどの場合ってやっぱ無理なんですよ。だって、オートエイムとかだったり、もう完全にこっちが見えてたりだとか、その、PUBG やったことないとか、FPS 知らないって人は、チーターって別に大したことないのかなって思うかもしれないんですけど、まあ、チーター倒したりしてるしね、実際。倒せるじゃん、みたいな、ふうに思うかもしれないんですけど、モンハンのネルギガンテとはわけが違うんですよ。チートって本当に、何でもできるんですよね。どうかすると空中から撃って全員即殺とかもできるぐらいのものなんですよ、チートって。だから、まあ、チートを使ってる人が下手だったら大丈夫だけど、そこそこ普通の人がチートを使ってたら、まあ、勝てない。っていう風になって、ねえ、まあ、要はズルをされるわけなんですよね、チートって。ズルをされて負けるって、まあ、嫌な気持ちにはなるじゃん。普通に真面目に、例えばスポーツしたり、サッカーしたり、野球したりしてるときに、まあ、ズルしたりするやつが出たら、みたいな、
しかもそれが最後の最後に、超白熱してる時に、え、勝つかな負けるかなってなってる時に、ズルして、はい、勝ちとかってされたら、まあ、そりゃあもうやりたくないってなるよねっていう。だから、それでね、正直ね、TPS、PBG の TPS ね、多少モチベ下がってます。まあ、対策として、なんでそれが当たりやすいかっていう、レートが上がりすぎてるんですよね。私の。その、どういうことかっていうと、PBG で勝ちすぎていて、そう、言い方あれなんですけど、勝ちすぎて、ドン勝取りすぎて、その、レベル帯が高い人としかマッチしなくなってるんだよ。で、何が起こるかっていうと、その、チーターってやっぱ勝つじゃん。だから、チーターとマッチしやすくなってる。で、だから、その、ちょっとわざと負けて、わざと死んで、自殺しまくって、レートを下げるとかするしかない。そうしないと、チーターとしかマッチしないみたいになって、まあ、ちょっと何かしら対策取ってね、別にそれで PBG やめようとかはないけど、その、それ TPS モードはさすがに動画にもならないし、面白くも、もう、動画にはなるかもしれないけど、本当に面白くないんだよね。チーターに殺されるのが。だからそれは動画化もしてないんだよ。その、だから、そこはなんとか対策して、レートみんなで下げるとかしたり、FPP モードでやったりとかはしようと思ってます。まあ、それをきっかけで荒野行動始めたんだけどね、そのチートがやばすぎるっていうので、じゃあちょっと荒野行動やるか、みたいになって、パソコン版のね。まあ、そんな感じです。はい。ということで、まあ、いろいろ話した内容はあったんですけど、まあね、まあ、コメントで、ね、何を書くのも自由なんですよ。もちろん自由で誰々を出すなっていうのも、まあ、自由ではあるんだけど、ただ、それするとね、本当にオワコン化しちゃうから、マジで勘弁してほしいんだよね。なんか、悪意で書くんだったら、まあ、それはしょうがないね。もう本当に、もう、くんマジ死ねとかいう感じだったらしょうがないんだけど、本当に俺のことが動画好きで、くんさん、なんか、リュウニャンは面白くないので出さないでくださいとかって言うと、なんか今までのコンテンツ、今やってるコンテンツがやれなくなるんだよ。じゃあ全員のに答えると、本当に誰も出せなくなるんだよね。そういうコメントが、例えば一人は、一人ぐらいはいるんだよ、やっぱり。どんな人でもね。だから、もう一緒にやるってこと自体をできなくなってしまうから、できればそういう空気感。俺はこれとこれのキャスティングが好きとか、まあわかるよ。わかるわかる。それもわかる。それを期待してるのもありがたいしわかるけど、でも、そういうのはちょっと YouTube ではやめてほしいかな。うん。YouTube はそういうのあんま向かない気がする。有料で払って、こう、なんだろうな。映画とかで、この俳優は良くないとかっていうのはわかるよ。有料で見に行ったりとかして。ただ無料で YouTube で、このなんか、みんなでやってるみたいな感じ、この友達感ってのを大事にするんだったら、それは受け入れることできないから、そこを求めるんだったらちょっと違うものになってしまうのかなっていうふうな気がします。だから、ちょっとそこだけ理解してほしいかなって感じです。はい。ということで、お願い動画でした。またね、バイバイ。